今日はザクセンベルケのフィールドスピーカーとオールウェスタンのシンクカンプでゼーメンバッフルを聞くぜ。こんにちは、トノです。今日はですね、こいつ前回あのでっかい平面バッフルに久しぶりにつけたフィールドコイルスピーカーザクセンベルケのね、もう70歳か80歳になると思いますけど、あの時ね、まあいい音はすごい良かったんだけど、低音が出なくて、なんやっぱあのデカさゆえに穴も他に開いてたし、あの場所も上すぎたとかね、いろいろあって、今回このその昔、これはね7年かな10年ぐらい前、あのピアノ塗装で、ね、作った平面バッフルが倉庫眠っていて、ちょっと傷だらけですが、これ引っ張り出してきたんで、ちょっとこれで鳴らすといい音鳴るんじゃないかなと思って、今日はやっていきたいと思います。それでどうせね、この古いヴィンテージスピーカーなので、じゃーん、オールウェスタン玉の真空管アンプを以前作ってもらったことがあります。これが717A かな、マッシュルーム玉、そしてこれが 418A という真空管オールウェスタンでね、1ワットなんだけどめちゃめちゃいいんですよ。だから多分こいつも能率高いと思うからね、1ワットで十分なってくれると思うので、今日はねウェスタンプラスヴィンテージザクセンベルケということで、なかなか楽しい回になると思いますよ。楽しみに。で、これ気をつけるて、このトランスむき出しなんでね、触ると感電します。あのそれ気をつけながらいきますね。あ、そして皆さんね、チャンネル登録してほしいんですよ。あのね、あんま言ったことないっすかね、あのこれね、8割ぐらいの人がね登録してくれてないというのがこの間分かってしまったんで、なんとかね登録していただいてね、まあおすすめで出てきてくれてポチッとしてくれてると思うんだけど、ぜひ、もう今2000人超えたんで、まだまだ上目指していきますんでね、チャンネル登録お願いします。じゃあ今日も楽しくいきましょう。よろしく。よし、じゃあつけていきます。慎重にね、これ古いスピーカーなんでちょっとね慎重にいかないと。繋いじゃってるから、とりあえず怖い。そうそうそう。
こっち OK、 そっちも電源つけますぜ。さあ電源ついたぜ。よし、これでいいと思います。じゃあちょっと疲れちゃったやっていきましょう。よし、じゃあスピーカーついたんで次はいろいろ機器類をねつなげていきましょう。よし、こいつがねいい音してほしいね。よいしょ、よし、つながったけどな、つながったけどな、スイッチオン、はい、とじゃーん、完成、つなげましたんで、ちょっとね、結構大変、結構汗だくになっちゃって、大変だったんですけど、つながったんで、あれやりましょうよ。そうチェック。さあ、いきますよ。で、今回はね、Bluetooth で繋いでないので、あらかじめ僕 CD に位相チェックの音源を落としてあるので、それ流しながらね、チェックしたいと思います。両曲線ですね。これ、あ、プラス、あ、なったなった。よし。じゃあまずこっちからいきましょうか。良さそう。いいっすね。オッケーっすね。まずこっちはね。こっち行きましょう。よかった一発 OK、 おっす、一発 OK なんで曲流します。じゃあね、カメラロール聞きましょうかね。よし、あとね、笹本兄弟さんも聞きたいんで2曲いきます。行きましょう。めっちゃいい気がする。夜が深いのに眠れないのは昼間見た映画のせいかな。誰も望まないバッドエンドになんだか心が落ち着かない。
ちゃいいめちゃいいわ。なんかね、めちゃくちゃ素直なスピード感のある音で、なんか全部が全力で鳴ってる感じ。あのね、ラクセンベルゲのユニットもそうだし、ウエスタンのこの1ワットのアンプもそうだし、全部が全力で鳴って、なんかいい感じでしたね。さあ続いていきましょうよ。笹本兄弟さんもいきましょうよ。じゃあ笹本兄弟さんいきましょうか。ちょっと最近ボトルオープナー好きなんで、3曲目でボトルオープナーいきましょうよ。いい曲なんだ。3曲目のボトルオープナすぎて、若干ちょっと頑張りすぎな印象はあるんだけど、いやでもトータル的にめっちゃ良かったな。すごいいいスピーカーですね。やっぱね、素直でストレートでスピードが速い。これ80歳70歳とか80歳ですからね、この人ね。いや面白かったということで、今日はね、こんな実験というか、この間低音が出なかったあの平面バッフルから、こいつピアノ塗装のね平面バッフル切り替えて、やっぱりね最高でした。あとこのねオールウェスタンの 1W のアンプ、これも最高でしたね。いやよかったな。とりあえずまあ大満足ということで、皆さんともにね、どんな音が届いたか、またコメントでいただけたらと思います。次回は、これ。これもね、70歳ぐらいです。シーメンス。シーメンスね、もう大好きなんですよ。シーメンス、これをちょっとね、つけて、で、音鳴らしてみようかなと思うのでね、
ちょっとお楽しみにしててください。このフィールド、これはフィールドじゃないんでね、フィールドスピーカーとの比較にもなるし、年代は一緒ぐらい、ね、ということでね、次回もお楽しみにしてください。ありがとうございました。バイバイ。